えー、さて、アムロが向かうのはですね、生まれ故郷のですね、21世紀になってから確定した真実ですね、えー、鳥取温泉です。鳥取温泉です。で、アムロくんですね、お母さんに会いに行くので、まあ、今回可愛いこと、思い出し笑いをしながら歩いてます。母さん、怪我なんてしてやしないだろうけどって言いながらですね、思い出し笑いをしながら、ニコニコしながら歩いてます。で、懐かしい絵を見つけてですね、つい駆け足になります。 まあ、まだね、中学生なんですよ、実はアムロック。まだ中学生だから、えー、ついつい懐かしい家を見つけたらダッシュして走ってしまうんですけども、しかし家はですね、連邦軍の兵隊たちに占領されてたというですね、まあ今回そういう出来事からお話がスタートします。で、この懐かしくて走ってしまった、で、家が連邦軍の兵隊に占領されている怒るっていうね、流れもね、めちゃくちゃうまいんですよ。 この回は日常演技がすごいって言ってる理由なんですけれども、まず、徐々に家が見えるんですね。思い出し笑いしながら、徐々に徐々に足並みが上がっていっちゃうんですね。駆け足になる。そうすると、丘の向こうに家が見えてくると。家が見えるということは、家が無事だと。このあたりは爆撃もあったし、で、おまけにジオンの勢力圏なんですね。日本列島っていうのは。なので、アムロックはさらに、うわーっと嬉しくて走っていくる。 走ってる。その時作画はアムロを正面から捉えて、向こうから手前へバーっと寄ってくるアムロを描いてます。アムロが走ってきて、顔が喜びに輝いているのを見せたいからですね。で、それが玄関のポーチですね。えー、玄関の前にあるベランダみたいなこと、ものをポーチと言います。このポーチのところで一瞬立ち止まるんですね。 そうするる。と、中から音楽が聞こえてくるまだドアも開いてない状態ですから中から音楽が聞こえてくる人がいると一瞬喜ぶんですけどもそ,その音楽はですねなんか軽快なダンス音楽なんですねお母さんが聴いてるようなイメージの曲じゃなくてなんかダンス音楽がかかってくるとで不安になったアムロはドアのとこまで行ってたのにです、ね、わざわざ横に避けてこの辺が演技ですよね横に避けて窓から中を覗くそうするとカメラが切り替わってアムロの家の中のシーンで 連邦の兵士たちがですね、だらしなく酔い潰れて、絨毯の上には酒瓶が転がっていて、で、ラジオでですね、なんか音楽を流しながら男同士で抱き合ってダンスをしていると。まあ、典型的なですね、ダメ兵士というのが書かれて、その窓の向こうにアムロの顔が見えるという構図になります。で、ずっと酔い潰れて、あのー、酔ってる兵隊をですね、カメラ捉えて、切り替わって、窓の向こうでアムロが歯を食いしばる。つまり、怒り、 怒ってる顔っていうのをアムロが見せてる演技をやって、で、そこでやっとドアを開けて、中に入ってきて、そのワンフレームの中で体をターンさせてラジオのスイッチを切ると。これを一連の演技でやってます。この一連の演技の後ですね、まあ酔い潰れた士官、それが謝ってくれるんです。悪かった。でもこれ、ずっと誰も住んでない家だから勝手に使わせてもらったんだっていうふうに悪びれもせず言うんです。で、アムロはどんどんどん,どん不安になってくると。で、なんでかっていうと、 あの、アムロの立場になって考えてほしいんですけども、アムロ第1話の時に、お隣さんのですね、あの、ハヤト小林というやつと、ほとんど交流がないんですね。フラウボウが、お隣さんなんだから注意してあげてと。あの、コロニー全体が、みんなが避難すると、という時には多分隣同士で確認し合うというような通達があったんでしょうけども、アムロがまだ逃げてないっていうようなことを、隣のですね、ハヤト小林は、 気がついてもいなかった。なのに逃げようとしてる。なのでフラウボが、大人さんなんだから注意してあげてって言うんですね。で、ハヤトはアムロの名前は知ってるし、顔は知ってるんだけども、全然交流がないことがこれでわかります。つまり、アムロ・レイにとって家とはどこかっていうと、サイドセブンじゃないんですね。サイドセブンは父親と二人でいる、疎遠な父親と息子が住んでいる仮住まいがサイドセブンなんです。アムロ・レイにとって家っていうのは、 あの昔懐かしい自分が近づいたとわかるだけで走り出してしまうですね。無事だとわかると本当に全力でダッシュしてしまう。それが家であって、サイドセブンは彼の故郷じゃないんですね。あの、そこをですね、押さえておかないと、このお話全体がよくわかんなくなってくる。なんかね、単なるマザコン、マザコンものになっちゃうんですよ。で、このお話がマザコンものじゃないっていうのは、 ここからですね、ちょっと絵を見せながらちゃんと証明していこうと思います。アムロにとって家と言えるのは家族揃って住んでいた、このお父さんとお母さんと子供時代の自分が住んでいたこの家だけなんですね。だから家を見つけた時に走り出すことを嬉しかったと。多分サイドセブンが無事だと後で聞いてもこんな感じにはならないと思います。で、そのアムロに対して兵隊が無責任に逃げ出して死んだんじゃ、か。 ねえのかっていうふうに言われたときにですね、もうすごいショックになります。で、アムロはですね、そのお母さんがもう生きてないかもしれないと思って不安になって、子供の頃に遊んだ操り人形を見つけて、それだけ持って家を出ると。このね、家を出るあたりの日常演技がね、すごいんですよ。これがですね、逃げ出して死んだんじゃねえのかって言ってるしあ,あたりのシーンです。後ろでですね、酔い潰れてる連邦の兵士がいて、アムロが、あの、愕然とした顔してます。 お母さんも死んだかもしれない。この時にタンスの上にさりげにある人形ですね。これがそのポイントです。こっからこの人形を持って出るんですけど、この位置からもう見せ始めてるんですね。えつながりの演技でアムロが振り返って家を去ろうとします。で、その去ろうとするアムロがあれと思って、こちら側を見ると人形の存在に気がつくと。で、緊張していたアムロがですね、その時になぜか立ち止まって、 人形を手に取ってしまうんですね。人形を手に取ってでそこから回想シーンに入ります。で、回想シーンがですねこれです。この同じ人形が置いてあってで今から家を去ろうとしているテムレイ父親とでもっと子供時代です幼かった頃のアムロで母親この3人が同じフレーム内にいます。 ここのシーンに繋がるんですね。人形を見ていたアムロでその次にその人形が見ている視線っていうふうにカット繋がりますで手前の人形から奥の人物へとカメラの焦点が映りますそうすると焦点が映るとこういうふうになりますですねはいえー、実はですねこの5歳ぐらいのアムロなんですけども、えー、スーツケースをお父さんが一つ持ってるだけですね つまり長期出張ではないんですよ。アムロはこの5歳で出かけて10年近く家に1回も帰ってないわけですね。だから家を見た時嬉しくて人形を見た時驚いちゃうんですけどもすぐに帰れるとおそらくこの頃思い込んでるんですね。まあ子供の頃だしお父さんもちゃんと細かく話してなくてまあ1週間ぐらいから長くても夏休みいっぱいぐらい宇宙に行くんだというふうに思ってくると。だからお母さんの元を離れる時もこれがもう 別れにななると思ってないんです、ねでえー。この時にですねこのフレームのままですねお父さんとお母さんの会話がずっとアムロを聞いてないんですけど続きます、えー。アムロと離れるのが嫌ならお前も来ればいいんだというふうにお父さんが言うとお母さんがでも宇宙に出るのはって答えます。そうするとお父さんがサイドの建設を見てごらんそりゃ素晴らしいもんだよアムロに見せておきたいんだ。実は、親心として、男の子にそういうい この時代のすごいものを見せてあげようという心でお父さんを連れて行こうとしてるっていうのが語られます。お母さんの返事が、それは分かりますが、でも私はっていうふうに反対してるんですね。で、これね、あの、実はですね、アムロ・レイは人形を見てるんですよ。人形とアムロ・レイがあの向かい合ってると。もしアムロがお母さんと別れるのが寂しくてだったら、絶対に顔は母親の方を見上げてるんですね。 それがもうテレビアニメの鉄則なんですよ。でもそうじゃない。アムロの顔は水平方向を見ている。で、目はこちらを見ている。何を見ているのかって言っアムロは人形を見ているんですね。これ何かっていうと、アムロはこれからですね、旅行に行くんだけども、長い旅行に行くわけじゃないから人形を家に置いてきちゃうわけですね。本当にもっとずっと行くと分かってたら子供のことですから、一番お気に入りの人形は絶対に持っていくんですよ。 でも絶対に持ってて、てくくくんじゃなくて人形を置いてくると。お母さんとお父さんが上で話してるんだけどもアムロはそれを聞いてないそうじゃなくてやっぱり人形を持っていこうかなでももう僕も子供じゃないんだから旅行行くぐらいまたすぐ家に帰れるまたすぐ会えるから人形を置いていこうでもやっぱりこれから家に出るとなるともう一回人形を見ちゃうっていうふうなことでアムロの目線はお母さんじゃなくてずっと人形を見ているとこれがその今回アムロがですね えー、もう誰もいなくなっちゃった家で人形を見て何か考えちゃうシーンの、まあ、なんだろうアムロは自分では忘れてしまったことでも実は家を出る時一番後悔したのは何かっていうとお母さんにもう一言声をかければよかったじゃなくて人形を持ってくればよかったっていうふうに幼い頃のアムロは考えていてそれを今になって忘れていて。 母親に会いに行ったら母親がいなくて、あんなに母親より気になった人形だけがあった。でももう自分の心配はお母さんどうなったんだろうという心配の方に行って、この人形に対する愛着が全くなくなっているって。この心理劇がこの短いカットの中で、ずっとストーリー進行と同時に行われてるんですね。でも僕らは、なんだろうな、映像の素人ですから、見るときはついついアムロのお父さんとお母さんの会話の方に心惑わされちゃうんですね。 アムロは、その人形のことをですね、あのー、まあ、なんかね、あのー、忘れてたんですよね。忘れてたんですけども、あのー、ただ、それを見て初めて、えー、あ、俺は子供時代をここに置いてきてしまったんだって。なんかそういうものの象徴なんですね。それをですね、母親が、えー、母親がですね、まあその家を留守にしてるんですけども、別にアムロの思い出として持っていったわけじゃないんですよ。 お母さんはそんなにアムロのことを大事に思ってたのかどうか微妙なんですね。それはアムロが大事にしていた人形をあの家に置きっぱなしにしてたからなんですよ。で、アムロはそれを自分で思い出したから取ってきた。でも、お父さんも多分そのアムロにとってその人形がどんな大事なのかは分かってなかったし、母親にもですね、ずっと分かってもらっていなかったんですね。アムロが実は再会母よでお母さんに会いに行く時に思わず、 足が速くなっちゃったのは何かっていうと、もう一回あの時代に戻れないのかと思った。子供時代に戻れないのか、あの悩みや苦しみがなかった時代に戻れないのかと思ったから、足が速くなったんですよ。でもそういう子供時代はもうどこにもない。父親も母親もそんなことはどうでもよくて、自分たちの日々を生きているとで。母親は、はい忘れ物というふうな形でアムロに渡してしまって、アムロはですね、自分の子供時代の思い出を、なんかこう、渡されたんだけど、 でもそこの時代に帰れるわけじゃないっていう、まあ、富野義之のですね、その青春とは何かという問いかけがですね、ばーっと出てくるようなあたりですね。